どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今回から新企画といたしまして、各パックごとのレビューをやっていきたいなと思います。で、記念すべき第1回目はやっぱりね、一番最初に出たアルティメットライジング、こいつのまあレビューをやっていきたいなと思います。で、まあ流れとしては、流れっていうか、まあ一番大切なところとしては、その初心者、始めたばかりの人とか、まだそこまでカードが集まっていない人の目線でお話ししていきたいなと思いますので、まあキング隊とかにね、なるのが当たり前みたいな方からするとちょっと内容が違ってくると思います。じゃなくて、ゴールドランクぐらいの戦いで想定されるであろう、その時の役立つカードをメインで取り上げていきたいなと思います。で、一応順位をつけて発表していきたいんですけど、各パックごとので、その順位のつけ方の、まあ、優先順位なんですけど、まず一番最初は汎用性があるかどうか、高いかどうか、まあ、どのデッキにも入るかどうかっていうのをまず一番重視します。で、その後にそのカード自体のパワーが強力かどうか、まあ、これも汎用性と同じぐらい重要視します。まあ、ちょっと汎用性の方が上かなって。で、最後に今言ったような感じでゴールドランクぐらいで想定される戦い方で、役立つカードっていうのを解説していきたいなと思います。で、もちろんまあこれは自分のね、独断と偏見に基づくランキングになるので、まあこのカードの方がもっといいんじゃないみたいなとか、いやこのレビューは違うでしょみたいなのがあれば、もうコメント欄にどんどん書いていっていただければ、そういうねコメントとかも初心者の方が見て、参考になると思うので、まあよければコメントとかしてくれると嬉しいです。で、このアルティメットライジングのレビュー早速やっていきたいんですけれども、このパックを買った方がいい人、ジェムを使って向いた方がいい人っていうのは、まず儀式カードを中心としたデッキが作りたい人、例えば今だったら機械天使とか、あとまあそれじゃなくても汎用性の高いカードがすごく多いんで、まあアルティメットライジングはわりかしおすすめのパックかなと思います。で、その中でまず URSR に限って順位、1位から8位までね、ちょっと注目すべきカードがあったので、それを解説していきたいなと思います。まず第8位、この8位はですね、この中だと SR のこちらですね、呪魂の仮面になります。これは装備モンスターは攻撃することができないっていう足止め効果があるんですよね。それとプラス自分のスタンバイフェーズごと、相手の、まあ、スタンバイフェーズじゃなくて自分自身のスタンバイフェーズごとに、まあ、ドローした後に、ね、その装備モンスターに500ポイントのダメージを与えていく。これ何に使うかっていうと、いわゆるバーンデッキ、要は戦闘でのダメージじゃなくて、効果ダメージを用いてどん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 相手のライフを削っていくっていうデッキにはうってつけのカードです。ただ、まあ、上の方のランクになるとね、例えばヘイズビーストだったら対象取らないだとか、機械天使とかだったら生贄召喚ですぐに外されちゃったりとかっていうことで、あんまり足止め効果と、ダメージを与える効果っていうのがないんですよね。まあ薄れてくるんですよ、大体みんながそこの対策をしているから。なので持っているに越したことはないけれども、この呪魂の仮面が出ていないからパックをじゃあ、引き続けるのかというと、そうじゃなくて、まあ、リセットした方がいいよ。ただ自然と集まると思うから、まあ、このカードは、大切なんで、まあ、裏付いね取っといた方がいいよっていう風なカードです。で、次は第7位、第7位なんですけれども、これちょっと6位と7位結構迷ったんですよね。迷ったんですが、7位はマジックジャマになります。まず、これは相手の魔法カードを、手札1枚捨てて無効にして破壊するっていう効果があります。で、これが、まあ、魔法カードって強いカードが多くて、儀式魔法とかエネミーコントローラーとかだとか多いんで、まあ、このカード1枚でね、形勢をガンとひっくり返すことができることもあります。ただ初心者の方だとそれがそのまま、まあ、カードプール、まあ、その持っているカードが少ないと、それがそのままアドソンって言って1枚手札を捨てて不利になっちゃうっていう風な効果に、
まあ結びつきやすいかなと思ったんで7位にしました。プラスマジックドレイン、神の摂理、風魔の順位っていう風に役割は違うんですけれども、マジックジャマーの代替品があるっていう意味で、代々カードがあるっていう意味で7位にしました。ただ、これをじゃあ3枚デッキに入れるのかっていうと、まあ入れないんで、大体ね。入れて1枚とかだと思うんですよ。だから、このマジックジャマーが出ていないから、パックをリセットせずに、まあ貴重なジェムでね、剥き続ける必要があるかっていうと、そうじゃないと思います。だから、あったら便利だよぐらいの感じで覚えておいてください。では第6位、これはまあめっちゃ自分は好きなんですよ。1枚で形勢ガラッと変わることがあるんでめっちゃ好きなんですけど、第6位とさせていただきました、マジックアームシールドです。これを6位にした理由は、効果自体はすごい強いんですけど、あの発動条件結構渋くて、まあ、実際ちょっと使いづらいところとかも結構あるんですよ。これは自分フィールドにまずモンスターいないとダメです。プラス相手フィールドに2体以上モンスターいないとダメです。その状態で相手が攻撃宣言した時にしか発動できないんですが、攻撃したモンスター以外のモンスターのコントロールを得て、そのモンスターに攻撃させるっていう効果があります。例えばレッドアイズが2体並んで2400が2体並んでいたとしましょう。その状態でレッドアイズが攻撃してくれば、相手のレッドアイズモンスターをパクれば2400と2400で相打ちにできるんですよね。これは、1枚で一気に盤面をひっくり返すこともできるので優秀です。あとは相手がね、グラディアルビーストっていうカードがあるんですけれども、そいつ相手にも結構効くんですよね。ただ、6位にした理由は、効果自体は強いけれども発動条件結構限られているから、まあ、腐る場合は結構腐るよっていうことで6位にしました。では第5位、第5位はですね、これも自分めっちゃ好きです。第5位は死の四つ星テントウムシです。これは裏側表示、守備表示でセットして、まあ何かしら相手が攻撃してきた時とか何でもいいんですけど、くるってリバースするじゃないですか。そうすると相手フィールド上に存在するレベル4モンスター全て破壊します。これ1枚で、例えば相手がレベル4モンスターを3体並べて攻撃してくる状態でも、こいつ1枚、たった1枚で盤面がひっくり返ります。本当だったらその3体ね、除去しようと思ったらカード2枚3枚使わないといけないところを、こいつ1枚で解決しちゃうっていう、すっごい優秀なモンスターです。ただ星4だけっていうので条件限られるんですけれどもね。ただこいつを第5位でマジックアームシールの上に置いた理由なんですけど、ゴールドランク同士の戦いって多分とか、まあもちろん下のシルバーとかもそうだけど、まず自分が遊戯を始めてジェムが足りないなってなった時に何するかというと、一番最新のパックとかで、ノーマルカードで1800打点の戦士族モンスターとかって結構多いんですよ。とかカードが少ないからどうしても下級メインの戦いになると思うんですよね。レベル4モンスターで攻撃力が高いモンスター、そいつらの戦いを、まあゴールドランクの人たちがみんなする、シルバーランクの人とかもするっていう風に、まあ、考えた時に、意にマジックアームシールドよりこの死の四つ星テントウムシがすっごい刺さるかなと思って5位にしました。で上位層ではそこまで採用率は高くないですけれども、稀に見る、カードになります。で大会とかで相手の人がね、まあ、レベル4モンスター主体っていう風に分かっていれば、あえて1枚、まあ、デッキに入れたりとかするぐらいの、まあ、効果を持っているカードになります。では第4位、第4位はですね、突撃指令になります。これはなんで突撃指令を選んだかっていうと、まあ自分がもし最初やるとしたら、戦士族、重戦士族に攻撃力が高いレベル4モンスターの、バニラって呼ばれる通常モンスターが多いんですよね。で、そいつらが城の内の戦士たちの草原の力で2100打点とか2000打点にまで上がるんですよ。ってなったら、まあ、単純に打点的にはある程度クリアじゃないですか。で、相手が上級モンスター出してきた時に、まあ、銀幕とかもそんな持ってないし、どうしようかなってなった時に、入れるのは、相手のモンスターを除去するために入れるのはこの突撃指令かなと思いまして、まあそういう意味で
なんだろう、始めたばかりの頃はすごく重宝するかなと思ってこれを出してます。ただこれは四つ星テントウムシとも一緒なんですけれども、 SR カードなんですよね。だからわざわざこいつ狙いで引くっていうよりも、どっちかって言ったら UR のまあ1位2位のカード、あと3位のカード、まあ3位はまあ1位2位のカードが特に強力なんで、そのカードを狙いに行くついでに取っとこうぐらいの感じでいいと思います。ちなみにマジックアームシールドも3枚はいりません、別に。なんで、どんどんパック1位2位を目指して向いていってもらって大丈夫です。ではベスト3、ベスト3は全て UR になります。で3位はこれです、自立行動ユニット。これはですね、まず相手もしくは自分の墓地のモンスターを相手の墓地だわ、相手の墓地のモンスター1500ライフ払って特殊召喚するんですよ。で突撃指令とかで相手の強力なモンスター飛ばした後にこの自立行動ユニットとかを使うと一気に、形勢を逆転できます。あとはなんだ、バンデットキースっていうキャラクターが手に入るんですけれども、そいつってレベルアップでセブンカードっていうね、機械族の攻撃力もしくは守備力を700ポイントアップする魔法カードを普通に手札に加えることができるスキルがあるんですよ。それの、トリガーになるのが1500ライフ失うごとなんですよね。他にも遊戯王デュエルリンクスはライフポイントを失うことで発動できるスキルっていうのがすっごく多くて、そういう意味でこの自立行動ユニットは相手の墓地のモンスターをパクりつつ、しかもこっちは召喚してないから普通に召喚もできる状態を作りつつ、さらにスキルも発動できるっていう、使い方によっては一気に盤面を取り返せれるカードなので、すごく有能かなと思います。ただこれをじゃあデッキ3枚入れるかっていうと3枚は多分入れないんで、まあ入れて1枚2枚、まあ、2枚入れてもいいぐらいのパワーかなっていうぐらいなんですよね。なのでまあこの、カードが出ればラッキーぐらいでやったらいいですけど、あとこれだけなんですよパックの中にってなるんであれば無理やり引きに行く必要はないです。では第2位はですね、ソニックバードになります。こいつはもう儀式デッキを作るんであれば3枚持っておきたいカードですね。まあ2枚でもいいですけど3枚できれば持っておきたい。まあ余裕がある人は3枚取りに行って、そうじゃなくてできる限り無課金でっていう人は、でさらに儀式デッキ機械天使とか今強いんで、そういうデッキ作りたいっていう人は2枚狙いに行ってもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっとここ大変なとこですけどね。こいつは召喚に成功した時に儀式魔法カード1枚加えることができます。儀式モンスターはどうしても儀式モンスタープラス儀式魔法のセットプラス、まあバーもしくは手札にあるリリース素材っていうちょっとパーツが多いんですよ。だからソニックバードであと別のパックにある千住ゴッド、こいつらがないと回らないことが多いんですよね。だから作るんであればそもそも取っておきたいカードっていう意味で、まあカードの効果は強力なので今回2位にさせていただきました。ちょっと自分もこれは3枚目狙いに行って3枚とも、ごめんなさい3枚目も持ってます。それぐらい、まあ、優秀なカードかなと思います。では第1位、これはもうみんなが大好きクリボールですね。これを1位にした理由はまず汎用性が高い、どのデッキにも入れることができる。でこれは手札から、墓地にこのクリボールを送ったら相手モンスター守備表示にするんですよ。だから、魔法トラップゾーンを今ちょっと使えないんだよねっていう時が、まあ、多々あるんですけど、その時にこのクリボール持っているだけで安心感が全然違います。でさらに対象取らないんですよ。ヘイズビーストとかっていうデッキテーマとかそういうのは、あと、魔法トラップをその他発動できなくするフーマの矢とかそういうのがあった時にきついんですけど、すごく効くんですけど、まあ、とりあえずまず対象取らないっていうところに関してはヘイズビーストってね、横にさせるカード、エネミーコントローラーとかは効かないんですよね。ただクリボールは、問題なく効くっていう風なデッキテーマとかもあるんで、まあ、そういう意味で使い勝手はいいかなと。あと儀式デッキ、特にサクリファイス
とかを使う場合は墓地にあるクリボールを生贄素材にできるってすごくいいです。で、まああとは、手札からのなんだ効果発動なんで、相手が予期せぬところでクリボール出てくるんで、相手の予定を狂わすこともできるカードです。まあ一点気をつけないといけないのは、どうしてもね、あのこのクリボール1枚につき相手のまあ、モンスターを一体守備表示にするっていうだけの使い方なんで、儀式デッキじゃない限り使いどころを見極めないと、ただなんか1枚使って相手のカードを守備表示にしただけになっちゃうので、その使い方が難しい点は少しあります。ただすごい優秀なカードなんで2枚3枚と持っていても問題ないです。まあできれば2枚ぐらいは持っておきたいところじゃないかなと個人的には思います。では、アルティメットライジングなんですけれども、1位から8位、こんな感じです。で、今回別件なんですけれども、まあ、R のカードとかにも、優秀なカードが少しありました。いや、まあ、ただそのカードをね、無理に引きに行かなくても、クリボールとかソニックバードとか狙いに行ったら勝手に3枚集まるんで、今回ランキングの対象外とさせていただきました。で、すごくいいカードなんですけれども、まず、いいのが、これですね。2つありまして、1つはこれ、体力増強剤スーパー Z。ガイアクって、まあ、バーンダメージですねのデッキと戦うときに、デッキを使うときに、まあ、採用することがあるカードなんですけど、これは自分が2000ポイント以上のダメージを受けるときに4000ライフ回復なんですよ。で、2000ポイントのダメージって受けること結構あるんですよね。それに、ヘイズビーストとかもそうなんですけど、対象を取れない、要はこのカードを、相手モンスターが、その相手モンスターをカードの対象に取れないみたいなカードもあるんですけど、この体力増強剤スーパー Z は、自分が2000ポイントのダメージ受けるときなんで、相手のモンスター関係ないんですよね。だから、そういう意味で、ホーリージャベリンよりかは、まあ2000ポイント以上のダメージ受けるときっていう制限はあるけれども、使い勝手はいいかなというふうに個人的には思います。で、もう一ついいなと思うのはこのドリームピエロですね。これはまあ使い方次第っていうところはあるんですけれども、攻撃表示のこのカードが守備表示になったときに相手モンスター一体破壊なんですよ。これは、上位層でも使ってる人はいます。それぐらいこのドリームピエロっていうのは効果が強力です。ただサポートカードありきなんで最初はちょっと辛いかもしれないですね。ただ、このパックの中ではこのドリームピエロ、自然に3枚集まると思うんで、何かデッキ作る時の参考に、参考っていうかまあ一つ候補としてね入れていただければいいんじゃないかなと思います。それでは皆さんいかがだったでしょうか。まあこれにて、アルティメットライジングのレビューは終了となります。で、最後に、このパックね、一番最初に出たパックなんですよ。なんで、ちょっとだけ外れ枠混ざってます。その代表格で、なんですけれども、それは、アックスレイダーさんですね。1700打点なのにも関わらず UR という、こいつだけを掘りに行くために、パックをリセットしない。そんなことはやめてください。それでは、よろしければですね、チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。してくれるとアックスレーダー君も喜ぶと思います。で、また、このカードすごい使い勝手いいよとかっていうのがあれば、コメント欄に書いてあげてください。それでは、また、この企画ね、続けていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきまして、ありがとうございました。